今日はこの、めちゃめちゃもりもりご飯食べます。でもここしか食べません。終わってから唐揚げを、あ、でもどうしよっかな、ちょっとだけ食べよっかな。どうしよう。でもやっぱお肉、やっぱ鮭食べようと。うん、おいしい。え、待って、なんかさ、ショールームってさ、誕生日のさ、なんかおめでとうみたいにならへんの？縦向きやから、ハッピーバースデーみたいな出へんかったっけ？なってる？え、なんか出てないねんけど、気のせい？出てんの？え、出てる？シンシンが見えてないだけ？忘れられてます、やばい。ショールームさん、私誕生日なんですよ言ってください。うわ、忘れられてます、これは全体に、全体に誕生日忘れられてます。え、設定が違う。え、シンシンが誕生日登録してない。え、でも毎年なってたで。されてるされてる。8月2日生まれ、兵庫県出身、シンシンアイドルって書いてある。問い合わせですね、問い合わせあした、シンシンはお誕生日を迎えます。そして、配信もショールームもしたいと思うんですけど、その時に背景をバースデー背景にしてほしいな。皆さん、明日の時間はちょっと本当に未定です。明日の朝 X で報告しますので、皆さん朝見ててください。 X を見ててください。誕生日ということで、ヒーターン T シャツを発売されるんですけど、明日からじゃーん、今年はこんな感じになってます。かわいいでしょ、水色のヒーターン T シャツで、ピンクの、今好きなピンクの文字で一緒一緒にしました。皆さんぜひゲットして、まあ、あの当日お誕生日の日はもう真っ青過去ピンクにしてください。ショップでは明日から発売です。パンダは毎年一緒のパンダを描いてるんですけど、私はちょっと
メンヘラみたいなちょっと怪我してます。これはユートピア公園のセリフです。一緒一緒セリフを書きました。メンヘラです。12秒、そう、こんな感じで。包帯とか巻いたりして可愛いパンダにしました。ぜひゲットしてください。かわいい。ティンシュは L サイズにしました。なんかワンピースみたいに着れるように L サイズにしました。結構こんなデカめです。でも普通に S とかでもインして着るなら S の方がてかちっちゃい方が可愛いと思います。1枚で着る人か、まあでも何でも可愛いぞ。いつも大きいサイズだけなくなってる気がするので、大きいサイズが欲しい人はお早めに。ぜひライブとかでも来てください。今年はライブ夏とか9月とか秋とかもあると思うので、ぜひその時にアピールしてください。そして今日は夜ルームスで配信をします。カウントダウンです。そして明日ショールーム配信でカラオケ配信をしますね。夜、明日の夜20時前後、まあ19時台くらいからしたいです。それは明日の朝 X で報告します。時間はでもし配信は絶対にします。そして10日が生誕祭なんですけど、10日にまたルームスで配信します。まあそれまでにも普通にルームスで配信するかもしれへんけど、楽しみにしてます。ルームスで生誕祭皆さんどうですか？当たりました？でもルームス会員やと結構当たる確率は高いんじゃないかなって、たまに外れたよという報告も受けたんですけど、基本当たってる気がするので
皆さん楽しみに、もう青いと思いますだってルームス会員の方はシンシンのこと好きっていうことだと思うので、もう一面真っ青ですね。いや生誕祭だけなんですよ、ルームス選考があるのは。生誕祭終わったら、でも解約せんとってな解約とかせんとってな。あ、なくなった。解約せんとってよ。悲しいよ。悲しい。そして明日はなんと初めての用意ドンに出演させていただくので、ぜひ見てください。朝です。朝9時50分から。ヒーシンは週末星ガールっていうなんかコーナーの一つみたいな感じなんですけど、お誕生日お祝いしていただきまして、ラッキーです。8月2日生まれでよかったと今までで一番思いました。8月2日生まれだったので呼んでいただきましたぜひ見てください。初めてなんですはい、もう誕生日の日はもう一日中あの推し活しててください。そうなんです、カンテレなのでちょっと関西だけになると思うんですけど、し多分 TVer もなくて、もう関東の方はあれなんですけど、関西の方は見てください。でもね、全然その必死に取れへんかったんよ、ちょっとそれが悲しい。 TVer ないんです。なんか土曜日放送の分だけなんか TVer があるっぽかったんですけど、金曜日の時のはなかったので、関西の方も見逃さないでくださいね。ぜひ見れる地域の方は見てください。もう盛りだくさんです。緊張してきたどうしよう、なんか曇ってんねんけど、なんか曇ってるよな絶対、なんかボケしてる、ピンボケしてる、近すぎて。今日は25歳最後の、もう自己紹介で25歳っていうのは今日が最後なので、ちょっと緊張やっぱ誕生日前日ってさ、そわそわするよね。26歳ってやばいな、なんかすごい、もう急に
年齢だけ、心身のさ心はさずっと変わってないのにさ、年齢だけどんどん上に行くねんけど心身はもう本当に高校生ぐらいから同じ精神やのに年齢と自分の考えのが追いついてない、年齢と中身が備わってないんですけど、みんなそう？え、そのさ、みんなってどのみんな？もう世間のみんな？一般の人とかなんか全26歳が思ってること？そうやったらいいけど、 NMB にいるみんなやったらちょっと危ないよ。いや、もう気持ちはね、本当に変わってないですよ。ずっと。本当に普通に働いてる26歳もまだ高校生ぐらいから変わってないなみたいな思ってるんかな。でも確かに思ってるより大人になってないなみたいな思うよね。ああもう誰しもが思うんや。あもう何歳、60歳になっても思う。じゃあもう一生思うってこと？一生、あ自分はまだまだ子供やなって60歳ぐらいになっても思うってことか。じゃあ思うこれが普通の感覚なのか。なんか心身さしっかりしてるように見られんねん、すごい大人。なんか考え方が大人とかすごい言われたりするねんけど、ほんまになんか全然そんなことないねん。全くしっかりしてなくて、なんかお姉ちゃんやねんけど全然お姉ちゃんっぽい性格じゃない。なんていうか妹の方がお姉ちゃんみたいで、妹にお世話されてるぐらいの感じなの。し、なんかそんなさいつも深く何か考えたりしてないからさ、すごい考えてる人いるやん。そういう人見たら、ああめっちゃ大人やなって思うし、あ自分ちょっとやばいなって思う。自分の意思がはっきりしてる人とか見ると、うわ自分より全然大人やみたいな思いは。いろんな人がいますね。ねえもう心身ほんまにもう多分社会には出れない絶対社会に出れない。騙される、騙されて石とか買うと思う。みんなで守ってください。じゃ今はもう、今も社会に出てるねんけど、出てないねん。ツボにしとけツボの方がまだいいんか。
こんな近いのに家のピンポンの音聞こえてくるけど、何かピンポン持ち歩いてる？ピンポンって今鳴ってんけど、何？誰か来た？うん、この辺に玄関できた、もしかして。突然、え、ホラー？もしかして。もう終わります。怖いし怖いし終わります。ランキング読みます。13位カドピー、ありがとうございます。12位だし巻き卵、ありがとうございます。11位野原慎之介のすけ、ありがとうございます。10位きのん、ありがとうございます。9位しん、ありがとうございます。8位レオさん、ありがとうございます。7位まつんや、ありがとうございます。6位れなちゃん、ありがとうございます。5位フットチュイ、ありがとうございます。4位大空、ありがとうございます。3位陽介、ありがとうございます。2位りょうこ、ありがとうございます。1位をのべる、ありがとうございました。また明日頑張ります。公演ラスト25歳頑張ってきます。バイバイ。